どうも、寺島ニャックです。よろしくお願いします。はい、お笑い好き好き、ね、こっちかな、ちょっとね、あの巣を表現したいんですけどもね、お笑い好きの巣なんですけどもね、いつも反対方向でやっちゃってるんで、ね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどもね、今日はですね、2021年になったということでですね、まあ今年の、寺島ニャックの、いろいろね、こう運勢とか見ていただきたいなと思いましてですね、なんと今日はですね、天才占い師と言われてるね、この方に登場して、業界今大注目の天才占い師来ていただきました。この方です。どうぞ。どうも、秀丸です。お願いします。いやいや、秀ちゃん、はいはいはい、いやいや、秀ちゃんなんて言わない、もう先生ですよ、本当に。いやいや、やめて、もうね、なんかさ、占うと、最初はね、こう、あ、秀丸ちゃんとかさ、なんか言ってくれんのよ、秀丸さんとかね、最初は、終わってから絶対先生になっちゃうから、すごいね。だってもうさ、僕らはさ、もう15年ぐらいでしょ、ね、ぐらいの付き合いじゃないですか。もうちょっとあんのかな、ね、もうずっとお笑いをさ、一緒にさ、こう、ね、同じライブに出たりとかさ、ね、まあ、一緒にね、ライブも今もやってますけれども、そうそうそう、そんな中でまさか秀丸くんがね、このような形でね、羽ばたいていくとかね、硬くない？嘘、秀丸くんがさ、ひでちゃんでいいじゃん。あ、まあ確かにそうなんだけど、まあ、先生だからさ、いいんだよ。もう本当にさ、なんかもう唯一ね、あの僕個人的に言わせてもらうと、はいはい、お笑い芸人のいろんな仲間いますけど、そんな中でも一番僕ね、あのひでちゃんがあの心許してる存在なんですよ。そうかもね。そう、一番こうフランクに、あの話せる、で唯一タメ口で俺話す、ね、あの芸人さんなんですよ。そうだと思う。そうそう、でもね、もう今やもうちょっと緊張しますもん、本当に。やめてよ。なんかね、わざわざ来ていただいちゃってね、来ていただいちゃってって言ってもね、俺んちだから。あの今すごいですね、秀丸チャンネルっていうのやってるんですけど、今何、3万1000、いや、すごいですよね。だって、ありがたいよ。だからその初めて、まあ、徐々に徐々にこうどん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 こう数字が上がっていくのは見てたんですよ。登録者が増えてて、で2万7000人とかいって、いや、すごいな、ひでちゃん、もういよいよ掴んだなと思って、で、最近はほら、年明けに、はい、宮迫博之さんとコラボしてね、いや、すごいですね、来るとこまで来ましたね、本当に。いや、ありがたいね。ね、びっくりよ、俺も。いや、本当にすごい。だってね、雨上がり消したいさんですよ。もう僕なんか、雨上がりさんのビデオ4本持ってんですから、単独ライブでね。それでも、ずっと芸歴長い間でも手届かずというか、もう共演もできないという中、秀丸、秀ちゃんはもう本当にすごいね。いやいやいや、いや、俺も、占ってたじゃん、宮迫さんの占ってたね。隣で。うん、で、うん、まあ、オンエアというか配信になって、で自分でも見て、だからなんだろうな、変な感覚で、あ、この人が秀丸さんなんだって思ったもん。なるほどね。そんな客観的に見て、あれ、これ自分じゃないんじゃないかと、その宮迫さんと二人で写ってる、まさか自分はって確かに最初は思うかもしれないですけど、はあ、はあ、もうそんな感じ、違う、もうなんか泥人形みたいに見えた。いやいや、泥人形には見えなかったけど、まあね、可愛らしいね、泥人形の中でも相当可愛いですよ、ありがたいね、それは ね、うん、ね、でもそのぐらいやっぱりあのご自身もあの不思議な、だからそれぐらいもうすごい方々ともう仕事してるってことですよ、秀ちゃんが。いや、本当は、そう、本当はありがとうございます。いや、本当にね、だとか、ほら、中川翔子さんが好きな YouTube チャンネルは何ですかっていう質問に対して、秀丸チャンネルってね、答えてたりとかしたじゃないですか。びっくりよ。共演したこともないし、ない、じゃあもう本当にご自身で、はい、中川翔子さんが見つけて秀ちゃんというね、存在を、はい、でそれをいつも YouTube をご覧になってたってことですか。ねえ、そうそうそう、いやびっくりだし、ありがたいしね、だからこれからいろいろこういうなんていうんですか、そういう有名人の方とかね、と共演とか多いと思いますし、
いや頑張りますよ、うん、いやよかったね、ほんいやありがとう、ね、いやいや何なのよソーシャルをそうだね、ただでさえちょっと近いんでね、もうだね宝ですから本当に、いやいやいや違う違う、本当に風邪とかね、あのね病原菌とかね、あの移さないようにしますけど本当にね、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、そうなんですよ。何みたいですか。うん、まあ単純に、はい、そのまあお笑いやってますから、うん、なんか今年そのお笑いの調子はどうなのかなとか、そんなの知りたいかなと思って、はいはい、お笑いの調子ね、うん、そうちょっとね最近手相をね、うん、はい、お、はい、勉強してるみたいですね、手相。そう、手相も最近取り入れまして、うん、で見たいんですけど、うん、いいですか。いやもちろん見てくださいよ。あで、うん、利き手は、利き手は左利きなんです。左、うん、ちょっと左見ていいですか。はいはい、すごいね、最近あの手相も勉強してるんですよ、ひでちゃんは、うん、左、なるほどね、うん、右は右、あやっぱ違うね、右と左、うん、で、右手、あの利き手が、はい、今後の自分というか今の自分を表してて、はい、左利きですからね僕は、はい、そうで、うん、利き手じゃない方は、うん、本来持ってる自分なの、うんうんうん、っていう見方なんだけど、うん、利き手のちょっとまた左いいですか、はい、これね、うん、ちょっと、うん、心配なのが、うん、40、41ぐらいで、うん、ちょっとね病気になると思う。今35で今年6の年ですか。まあ同い年ですけどね、うんうん、ちょっともしかしたら、うん、結構危ないかもしれない。そう、うん、これですか、この切れてんだよ ね、 ね、だけど、うん、まあつながってまた線があるから、うん、その後はねまあ普通にまた大丈夫だとは思うんだけど、うん、ちょっとここら辺で大病を起こしやすい。ああ、それはその、うん、なんだ命に関わる可能性もあるってことですか。あるある。あらある、まずいですねそれは、うん、手相って変わるんですよ。あ、そうなんですね。頑張り次第で変わるし、うんうん、なんなら、うん、自分が、うん、その、うん、可能性を出せば出すほど、うん、寿命も伸びるんです。ほう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 、そう面白いですね、不思議なもんですね。あ、そうめっちゃ面白くて、うん、あそうなんだって思って見たら、うん、やっぱり寿命伸びてる人多くて、それはもう本当に頑張り次第とか、ね、頑張り次第、そうなんだ。そうじゃ変わんないとやっぱ自分頑張ってないんだっていう証拠にもなってしまいますね。そうよ頑張んないとね。必ず注意してほしいところが、うん、テラちゃんの場合だと、うん、このね、胸あたりとか、はい、あとは、まあ、肩とかもそうなのかな、うん、結構痛みが出やすいの、胸とか。すごくね、肩凝ってるってよく言われるんですよ。あ、そう。めちゃくちゃ肩凝ってるって。 そこら辺は結構出やすい。へ、うん、うん、ここら辺からじゃあ病気がここから出てくる可能性もあるってことですか。そこはまた別ってことですか、うん、そこはまた別で、あとは急性気学もやってるんだけど、うん、すごいね、本当にね急性の星で見れば、うん、どこを、うん、なんだろう、気をつければいいかっていうのは、うん、すぐ分かる。ほうほうほう。で、うん、六白なのね、うん、俺とテラちゃんは、うん、あ一緒なんですね、うんうん、なので、うん、ちょっと神経系とか気をつけた方がいいし、うんうん、神経、神経、自律神経だとか、うん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 、そういう、なんだろうな、精神的に来るところからの神経というのが、ちょっとね、弱りやすい、うん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 、なので、まあ、ストレスとかね、あ、メンタルとかも来る、うん、来る。なるほど。そっかそっか。まあね、こういう仕事してるとやっぱりね、うん、へこむことも多いですから、多いね、うんうん、ね、結果出ないとやっぱりね、その落ち込んだりオーディション落ちたりしてもね、うん、そう、落ち込むこと多いですからね。落ち込むね、うん、で、あとテラちゃんの場合、うん、手相で今度、はい、利き手じゃない方の手相で見る
と、はい、右手、はい、あのね、うん、めちゃくちゃね、うん、あの頑固なんですよ。あーそっか、よく言われますね、自分でも自覚あるし、あ頑固で、うん、何かアドバイスをこういただいたとしても、うん、その時は返事で分かりましたって言うけど結局やらずじまい。すごいね、ほんとそうだわ。ほんとそう、うん、いやすごいわ。だからあやっぱすごいね、ひでちゃん、うん、もうちゃんともう毎日やってますからね。だって僕の毎日をね、そのね、うん、どっかねシェルターから見てるとかもないのに、まあ、こんなに丸裸になるってすごいっすね。覗くわけでもないしね。うん、ほんとそうだわ、うんね、うん、なんかありがとうございますとか、あやってみようとかすぐ言っちゃう、うん、そう。でも確かにあの具体的にこう行動には移してないこと多い。そう言うけどやんないから嫌なやつですね本当に。いるけどそういう人いるから本当に、はい、そっかそっか。で、うん、あとはね気になったのが、うん、まあいろいろやってるから個性学とかもね、うん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 、やってるからで見たらマルチにねやってますからそう、うん、そう、あのテラテの場合は、うんうん、結構ね損得感情もあるし、うん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 、なんなら、まあ、損得感情ってどういうことっていうと、うん、例えば買い物行った時に、うんうん、ポイントが高い方に、うん、目に行って本当は欲しいものはこっちなんだけど、うん、ポイントたまる方を選んじゃったりあなるほど、あ、うん、分かる。なんかね今分かりやすい例え僕出てきて、うん、あの芸人さんとかとさご飯行ってもさ、うん、やっぱあの加藤ショコラにおごるとあの損した気分になるんですよ知ってる、あの、ね、あの加藤ショコラって、うん、あの芸人がいるんですけどね、あのね、ふてぶてしいやつなんですけど本当にね、いやそんなことないです、あの、ね、面白いやつなんですけどね、うんうん、なんかねあのおごるとね損した気分損得感情ですねこれも見返りないなっていうねあそういうこと、そう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 、うんうん、そんなことはないですけどね実際は、うんうん、あくまで僕の主観ですから、ね、それもダメじゃねえかって話だけど、まあでも本当にまあ、うん、そうね、うん、ポイントカードは大事、うん、大事な人、あで忘れた時にはすげえ悔しがるし、うん、あでもねあのそうそうそう、最近あの某カード僕やっぱ疎いか疎いというか、うん、あの大雑把だから、その該当するカード持ってないと思っていつも何々カードありますかって言われたけど、うん、いや持ってないですって言ってたんですけど実は持ってて、で最近つけるようになってるんですけど、うん、すげえクサ今までのですごい思う、うん、あとは、うん、電車降りてさ、うん、なんか例えばなんか 何番出口から目的地が近いとか、うんうん、こう電車降りてから歩きながら確認はしない人で、その場で止まって あすげえ、ほんとそう、マジでそうでしょ、うん、なぜならすげえ歩くことの無駄をすごい嫌う、うん、そういうことなのかな、無意識だったけど、うん、電車あのホームなんていうんですか、歩いてる途中で止まる、めっちゃある。で、うん、歩いて、まあ、歩いて、まあ、止まるじゃん、うんうんうん、止まって調べるじゃん、うん、で今歩いたところ、うん、違ったらうわっかつくじゃないけどあ、まあ、無駄したって思っちゃう。あ年々そうなってると思う昔は本当ボケーっと生きてたから、あんまりそういう概念なかったかもしれないけど年々ね、うんうん、ありますよ。まあ うん、そんな人だよなっていう感じ、うん、なるほどね、うん、そのいくつぐらいでその花開くみたいなのって分かります？あちょっと調べるの時間がかかるんですけど、うんうん、ぜひ皆さんね、宮迫さんの宮迫ですっていうね、まあ、もちろん有名な、ね、YouTube チャンネルですけど、ね、あのヒデちゃん出てますから、でヒデちゃんのヒデマロチャンネルにも宮迫さん登場してますから、うんうん、いやすごいことですよこれは本当に、うん、ですね、テラちゃん、はい、はい、はいはいはい出ましたよ。ね、はい、まあ、よくなるのがね、はい、再来年、あら結構すぐ、割と早い。来年が、はい、テラちゃんの中で何か変えなきゃいけない時、うん、
ああ、なんだろうな。で、うん、多分それって今の段階では見つかってはないと思うので。あ、そうなんですね。もし見つかるんだったら、うん、今年の6月以降、うん、あ、で僕の誕生日超えてからですね。僕6月誕生日なんで、うん、ぐらいから、うん、あ、これやっていいかなっていうのが、うん、何か多分芸人、うん、ではなくても、うんうんうん、芸人以外の部分で、うん、そういうふうに思ってくるかもしれない。おー、本当ですか。なるほど。で、そっちの世界に行ったら、うん、悪くないんじゃないかな。なんだろうな。で、それで、うん、来年、うん、何かそれを勉強しながら、うんうんうん、しながら結果が一緒に出るって感じ。おお。あ、じゃあ同時に同時進行というか、うん、あ、それでいいんですね、うん、なるほどなるほど。だから成長しながら勉強もするみたいな、うんうん、もう一個なんか武器をというか、うんうん、っていう運勢にはなってますよ。 ありがとうございます。なるほどなるほど、うん、で再来年にそのこう変わる時というか、再来年、来年変わる、来年変わる、再来年が、うん、あの良くて、ほうほうほう、うん、本来なら良くて、うん、だから今年が、うん、何か成し遂げなきゃいけない時期なので、はい、だから今年マジで何か踏ん張り時、うんうんうん、何か一番自分の中でこれって見つけなきゃいけない時でもある。あ、まあまあそうですよね、うんうん、一応形としてはこう出来上がっていく感じはあるんですね。あるある。ちゃんとこうこなしていければ、だから今年がある意味、うんうんうん、何か見つけなきゃいけない、うんうんうん、そうですね、いう感じかな、うん、まあ、始まったばっかですね今年ちょっと、うんうん、なんか、うん、あと2月4日から、はい、うん、あの運勢って変わるんで、へえ、旧暦で見る、うんうんうん、なので、うん、今年は1日早かったんだっかな、うんうんうん、2月3日の23時59分に、うんうん、あの運気っていうか次の年になるから、ほぼ2月4日と変わんないんだよ、うんうんうん、そうで2月4日が元旦だから、うん、占いで言うと、面白い、そうなるほど、占いで言うとそうなの、占いで言うとね、はあはあはあ、だから、うん、今の段階はまだ運気は去年の運気なの、うんうん、なるほど、そう、今撮ってるのが1月の、うん、今日が16?17 か、17、1月17日、うん、でしょ、うん、だからまだまだ開けてないから、うん、そうか、運気は、うん、っていう感じですね。なるほど、ありがとうございます、うん、いや本当に、うん、みんな誰にでも、うん、運気もあるし、うん、天気もあるんだよ、うん、あと大事なのはやる気なのよマジで。ああ、なるほど、そう、うん、やっぱね、ハングリー精神がすごく足りないと思うんです僕って、うんうん、なんかなんか守るものも特にないし、うん、なんかそのね、実家でのんべんだらりと暮らしてますから、なんかね、やっぱりこう低たらくな人生だと思うんですよ、うん、低たらくな生活だと思うんですよね。そうですね、準備よ準備、うん、準備8割なるほど、準備8割できてたら、うん、もうあとはやる気だけで、うん、その準備整ってたらいつでもいけるから。おうおう、そうですよね、そう、うん、あの僕はもう聞いてから準備するタイプなんで、うん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 、やっぱもう普段からコツコツとこうね、そう、あのやっとかないといけませんね、うんうんうん、ほんとそう、うん、そうですね、だからいつでも誰でも運気には乗れるんだよ、うん、天気が分かってれば、うんうんうん、そうで今こうやってテラちゃんの運気は分かったんだから、うんうん、それに向けて、うん、あとはやる気だよね。なるほど、やる気準備、うんうん、やった方がいい。分かりました、本当に頑張ります。これは社交辞令で返してるあれじゃないさっきね占いで出てたけど、これはちゃんと肝に銘じてね、
あのやってみようとか、あの、ね、返事だけで終わらせないようにするんで、そんな、はい、ありがとうございます、はい、本当に見返してください、はい、本当に見返して41で死ぬまで本当に、ね、いや死なないからそっか大病がもしかしたら来るかも、うん、変わるからってそも、うん、自分のそのやり方次第では、うん、本当は変わるんだよ、うん、俺もあ、そうって変わるんだって思ったもん。あ、ひでちゃんはすごくこうねやっぱり変化がありそうですよね、うんうん、いやね、なんかすごく見てる方とかもすごく参考になる動画になったと思います。本当に秀丸先生からですねちょっとね変な言い方だけどありがたいお言葉をいただいてね、はい、はい、ぜひぜひひでまろチャンネルね、もう3万人超えた登録者がいるひでまろチャンネル、いやいやいや非常に面白いねコンテンツたくさんアップしてますから、そちらもぜひぜひ、はい、ご覧になっていただいて、ひでまろチャンネルを登録してる方はね全員僕の方に登録していただいて一気に3万261人になるんで、はい、おまかそうですね、もう3万以上いるかでも。ね、いやいや、どんどんです、ね、これからもね頑張りますので、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、秀丸先生でした、ありがとうございました、はい、ではでは。